おはこんにちは。おはこんばんにちは。おお、すごいすごい、そうフルで言う。なんかネットラジオあるあるのやつ。うん、あー、わかるな、ネトラジっぽい。おはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめましての方は、はじめまして。おー、それっぽい。知らぬい建設、社長かっこ仮の知らぬいフレアです。どうも、ドライブ3期生です。そしてこちらがですね、私の横におわす方が、次期社長の言わないかい。はい、まるぼろかです。よろしくお願いします。次期社長否定していかないからね、もう次期社長になっていきますよ。だって今日社長っていいって言われてる、なんならチャットで。今日社長ですねって言われた。今日ね、さっき私が時間を間違えたことによって、いろいろなんか連絡してたんだけど、ぼろか全然なんでもいいから、あんって見てた。社長になりました。社長って書いてあった。すいません、ライブ明日でしたって言ったの。古谷君、君って言われたから、大変申し訳ありません。社長いいよって言われたから。社長になったわ。いや、今日から、おまる建設。え全部変えなきゃじゃん、もう。もう全部変え、地上の絵も変えなきゃいけないし、ロゴも変えなきゃいけないし、全部変えなきゃいけない。そしたらもしかしたらミコメとは離れていくかもしれないし、どうすんだい。あ、金融が増えてる、もう大変なことになってるよ。なんか面接も控えているのに。やめますってなるかもよ。ちょっと私ではおまる社長の片腕にはなれなさそうだということで、ちょっと辞表を出そうかと。やめろよ、おい、どうなんだそんなこと言うな。社長、私はまだここにいてもいいんですか。社長、君が社長だよ。フレア君、フレア君、君が社長だ。喋り方だけは社長なんだよ。フレア君。ポルカの声が消えた。粘着ピストンのために今買ってるんだ。え、何のためだと思ってたの。何だろうと思ってた。嘘でしょ。ポルカバカだから、結果から言ってもらわないと分からない。だって動画見たじゃん。何々をします。何々をするから。ポルカ見せたじゃん最初に。この動画、これを作りたくないって言って作ろうってなってからの、うん、だから見て、その動画見てると思ってたんだけど、もしかして見てない。サムネは見たよ。見てないね、これね、ちゃんとね。サムネは見たよ。ちょっと予想外ですね、これは。副社長ってそれがさ、つきものじゃん。社長になったらどうするんですか、そんな状態で。心配しちゃいますよ、今後が。大丈夫、社長はあんたしかいない。いや、でも村民のお土産に持って次期社長の座でしょ。いやいやいや、何言ってんの。